13日から18日まで平塚で開催されたオールスター競輪は、故障優作の今年 G1 初体感で幕を閉じた。同期、窓場力いのめくりに乗っての強襲劇で、ファン投票1位の人気に応えた。そのフル賞の優勝の盾役者となった窓場。自身も準 V の見事な結果で、賞金ランクも9位にアップ。今年になって一気に覚醒。 今後の大活躍も間違いなしか、オールスター競輪開催期間中の13日から15日まで開催された福井競輪の競輪ライジングスターズ、一田和弘カップ F1 は、脇本祐樹、25イコール福井、115期、が地元で S q 初部位を達成した。連日の番手戦をきっちりものにしての3連勝。その動きには余裕さえ感じられた。 一皮向けた脇本に注目したい。脇本は7月の福井 G3、74周年記念で見事決勝戦へ進出。決勝では夢だった兄、雄太との兄弟連携を果たした。その興奮も冷めやらぬ間もなく地元 F1 出場となったが、直前の玉の F1 初日に落車で負傷欠場。不安を抱えての参戦だった。骨は折れていないが肋骨が痛い。 左腰部分の打撲もひどかった。3日間は動けなかったですね。幸い初日は特選からスタート。福井でバンク練習でも一緒になる騎士おさみを目標に番手戦の競争。高志が正攻法から突っ張り先行。後続の動きを牽制しつつ、直線で一気に抜け出しての勝利を飾った。スタートの時に痛みはあったけど、走り出してしまえば大丈夫でした。 純潔も同期谷和也のめくり追い込みの勢いを借りて最後はズバッと強襲。決勝戦は同県の上杉義月を目標の戦いに。番手と自力では点と地の差があります。余裕はありますよ。上杉の突っ張り先行に乗り番手めくりでゴールを駆け抜け、念願の S 級初優勝を達成した。地元で優勝できて嬉しい。前、自力。 でも頑張れるように努力したい。今回は3日間、番手戦の省エネ走方だったが、自力でも上位で活躍できるようにレベルアップを目指す。